Can you believe it? Even 2016, the internet is still slowly in the Philippines. Anyway, good morning, guys.言ったんですけどね、皆さん標高 1500m で生活したことありますか？なんか僕の友人にね、群馬の嬬恋っていうまたこれま高いところで生活してる生まれたやつがいるんだけど、まあとにかく空気が薄くてしんどい。昨日あたりから急に下手な英語で喋り始めて、おい大丈夫かこいつって思ってる皆さん、ありがとうございます。大丈夫です。ただね、英語でカメラの前で結構喋りたいんですよねっていうのがね、今はまだ全然一つ動画上げて再生数が100とかなんですよ。っていうことはやっぱりこれ僕の友達しか見てないと思うんですよね。で、僕の友達は僕のことをこう強く否定したりはしないと思うんで、下手な英語で喋っててもなんだろう、こうアンチ的にボロクソに言われることってあんまないと思う。でこれがね、ある程度こう多くの人が見てくれるようにもしなれば、すげえボロクソに言われてなんか傷つきそうで怖いじゃないですか。なんかね、有名な今月すごい登録者数を伸ばしたヒカルっていう YouTuber の人が姫路からやってるんですよ。で姫路っていうのが僕が生まれ育った加古川っていう町の隣で、わあこんな地元近いところで YouTuber とかやってる人いるんだ、すげえと思って見てたら、昨日だったか一昨日だったかの自分のチャンネルですごい謝ってたの、なんかごめんなさいみたいな、調子に乗った発言とかいっぱいしてみたいな。でやっぱアンチって怖いんだなと思って、だからね、今のうちに下手な英語をいっぱい喋ろうと思います。で今ステイしてる学校が EOP イングリッシュオンリーポリシーをしてる学校なんで、まあちょっと下手すぎて笑えますけど、どうぞお付き合いください。待ってたんですけど、あんまりにも捕まらないもんで諦めてサリサリでコーラ飲んでます。サリサリっていうのがこの僕の後ろに見えるちっちゃいショップ、コンビニみたいな感じで、コンビニっていうか駄菓子屋みたいな感じで、例えばこのコーラ1本が16ペソなんで35円くらい、まあいいとこですね。なんか懐かしい雰囲気で、いやーにしてもタクシー全然捕まんない。なんか遠回りした気がすんな。まあわかんない全然。